パークアンドライドの標識パークアンドライドの標識パークアンドライド用の駐車場パークアンドライド用の路線バスパークアンドライドとは自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き自動車を駐車させた後バスや鉄道などの公共交通機関を利用して都心部の目的地に向かうシステムであるパークアンドライドは末端交通機関である自動車を 郊外の公共交通機関乗降所に設けた駐車場に停車させ、そこから鉄道や路線バスなどの公共交通機関に乗り換えて目的地に行く方法である。都市部や観光地などの交通渋滞の緩和、交通郊外の抑制、違法駐車の削減などを図るため交通政策で推進される。P&R と略すこともある。パークライドを行うには出勤時に 他の人が使用しない自動車の存在、本人の運転免許の保有、駅など乗り継ぎを行う場所に駐車場が存在することが前提条件となる。さらに実際の利用には乗り継ぎの利便性や移動手段の快適性の影響も受ける。鉄道駅や高速バス停留所に近接して利用者用駐車場を設置し、利用者には無料、または安価に、 長期間駐車を認めるサービスもパークライドと称されている。都心の外縁部に設ける都心アクセス用駐車場をフリンジパーキングという。パークライドはアメリカ合衆国で普及したシステムで、このことで都心部の交通環境の悪化を防いでいる他交通量自体が減少するため、渋滞の緩和だけではなく、排気ガスによる大気汚染の軽減。 二酸化炭素排出量の削減といった効果も期待されている。最寄り駅までマイカーを利用して電車に乗り換える場合をパークレールライドという。また、最寄り駅までマイカーを利用してバスに乗り換える場合をパークバスライドという。まったい交通機関に自動車以外を利用する場合にも種類によって次のようなパターンがある。なお、 営業用自動車による乗り継ぎや企業が所有する自動車による会社の運転手による送迎などは通常含まない。実施主体による分類設置場所による分類パークアンドライドは渋滞の解消と都市環境の改善に大きく貢献するシステムだと言われている。そのためシステムの社会的意義を利用者に理解してもらい社会貢献をしているという意識を高めてもらうことが 利用促進の前提条件となる。パークライドを実現するためには、公共交通機関へ乗り換えるための駅やバス停などの周辺に大規模駐車場を確保する必要がある。さらに、駐車場は無料、または低価格に設定し、経済的負担を強いることがないように利用者に配慮する必要も出てくる。つまり、マイカー通勤から、 公共交通機関へ乗り換える通勤スタイルに変更したことで利用者に不満が出てくるようなことがあってはパークライドという交通体系へ乗り換えと協力者が現れないことになる。また、交通不便地域に在住する人たちにとっては容易に鉄道やバスに乗り換えることも難しくしている。こうした地域在住者にマイカー通勤自粛を呼びかけるだけではパークライドは進展しないため 官民が協力して本システムを作り上げる努力が不可欠となる。欧米ではパークライドはバスへの乗り継ぎが一般的である。フランス・ストラスブールでは郊外に大規模な割安の駐車場を設定しトラムの利用者に往復チケットを交付することでトラムの利用と自動車の相乗りを奨励する政策が取られている。イギリス・イギリスではクリスマスシーズンや土曜日など混雑する期間に 限定して都市部でパークバスライドを実施する例がある。アメリカ・アメリカでは渋滞対策、省エネルギー対策、排ガス対策のため、相乗りを行うカーアップ売り用の自動車も重視され、そのための駐車場も整備されている。自治体、鉄道事業者高速バス停留所脇に整備された無料駐車場、駐輪場パークライドを促進するため、自治体、鉄道事業者では、 駐車料金の割引制度を設定しているところもある。民間駐車場パークライドを促進するため、駐車場料金の最大料金を設定しているところもある。ありがとうございます。